俺の名前はチュン、韓国人だ。そして今俺は男子スプリント 1000m の試合に出ている。あとちょっと。しかし試合というのはライバルがつきものだ。俺の前を走るのはガンホという選手だ。得意げに仕上がって、この戦い負けるわけにはいかないんだよ。おお、チュン選手すごい追い上げです。果たしてどちらが勝つのか。そして少しずつゴールラインが近づいてきた。よし、ここでゴールだ。これは、そして結果はガンホ選手のゴールには届かず、優勝はガンホ選手だ。タイム差はなんと 0.002 秒。そして俺の 1000m は無残な終わりを告げた。試合後、俺は団体チームメイトであるテオとイオンからねぎらわれた。気にすんなって、そういう時もあるさ。そうだな、練習不足と爪の甘さが招いた必然的敗北だけど、そういう時もあるさ。テオ、ありがとう。あとイオン、お前ねぎらう気ねえだろ。まあでもお前は最後まで全力だったじゃねえか。そうだ、俺は全力だった。この敗北は決して無駄にはしない。さすがだな、チュン。ま、でも負けは負けだけどね。なんでそんなに爽やかに傷口に塩塗るんだよ。次からの 3000m 頑張ろうぜ。そんな仲間からのねぎらいかどうかよくわからないフォローを受けながら、しばらくして俺は中国・杭州アジア大会の 3000m リレーにてチームのアンカーの役割を担うこととなった。よし、行くぞ。俺は感じていた、チームメイトたちからの熱い思いを。お前ならやれる、信じてるぜ。ああ、テオ、絶対に負けねえよ。終わったら何食いに行こうかな。一部熱いかどうかよくわからない思いもあったかもしれないが、何にせよ今までの練習の日々は決して無駄じゃない。そして今回の試合も例外に漏れずライバルはいた。あいつか、確か今回危険と言われてる男、ユーリ。彼ユーリは台湾チームのアンカーであり、試合前も俺に挨拶をしてきた。よろしく、お互いにベストを尽くそう。ああ、ベストを尽くそう。ああ、めっちゃギラギラしてるな、こいつ。絶対負けねえ、絶対に。そんな野心があったからか、俺はユーリを抜くことができた。チュン選手、ユーリ選手を抜いた。さあ、この試合、いよいよ分からなくなってきました。客席のボルテージも同時に高まった。すげえ勢いだな。前の負けの件もあるからな。観客からすればみんな願ってるんだろう、あいつの勝利を。なんだよお前、いろいろ言ってたくせに信頼してるんじゃないか。仲間だからな、当たり前だろ。邪魔するものは何もない、あとはゴールするだけだった。よーし、勝てる勝てる勝てる。その間、俺の頭に走馬灯のごとく様々なイメージが流れ込んできた。仲間たちの称賛が。イオン、すげえよ、勝ったんだよ、俺たちは勝ったんだよ。俺だけじゃない、みんなの力だよ。何言ってるんだよ、勝ちは勝ちだ、素直に誇るよ。世間からの賛辞が。チュン選手、一言、今回の勝利の秘訣は。そうですね、諦めなかったことですかね。ただなすべきをなした、それだけです。素敵。女性ファンたちからの温かい歓声が、そして後世に伝える栄光の瞬間が。パパ、これ何？別に大したことじゃない、ただの努力の結果さ。そして俺たちの大切な試合は、ゴー！
ゴールしたのはなんと台湾チーム。俺の走馬灯のような妄想は現実にはならず、モニターに表示されたのは 0.01 秒という僅差で2位という無残な現実であった。経験したことのない猛烈な羞恥心が俺を襲った。最悪だ最悪だ。チェン、君に100分の1秒差で勝てたのは奇跡だ。本当に君はすごい選手だよ。ゴールの瞬間は勝てない、そう覚悟したよ。やめろ、優しい言葉かけるなよ、泣きそうになるだろうが。でもな、チュン、君が喜んでる間にも自分はまだ戦っていたんだ。そう、男子スプリント 1000m の時の君みたいにね。やめろ。もしこの間の試合の時の必死さが最後まであれば、今回の勝負もまた。そしてうずくまる俺の前にテオとイアンがやってきた。何か言うことあるか。ああ、すごく大きなミスを犯してしまった。全速力でフィニッシュラインに向かっていなかった。気を抜くのが早すぎた。本当に申し訳ない。お前たちと応援してくれたファンに謝りたい。そうか、よく認めたな、お疲れさん。負けは負けだけどな、お疲れ。ありがとう、二人とも。あとイアンは本当にブレないな。だってさ、この負けかなりでかいからな。え？今回韓国チームが金メダルじゃなくなったということは、そうですね、得点がもらえないということですね。余談だが、韓国には兵役の義務があり、金メダルを獲得するとその義務が免除される特典がある。つまり俺たちの徴兵は確定したのである。次頑張りますんで。いや、次ないからな。え？ローラースケートは次回のアジア大会から正式種目でなくなる。まあ、なんというか、お疲れ様。それはあまりにも残酷な現実だった。こうして俺たちは仲良く徴兵されることになった。本当、全部俺のせいで悔しいよ。まあ、そう自分を責めるなって。いや、チュンのせいなのは事実だから責任は痛感してもらいたい。お前、フォローするとかいう概念ないの？ああ、でも俺はお前らとやれて楽しかったよ、ローラースケート。兵役終わったらまたやろうぜ。大会なんていくらでもあるんだから。そっか、そうだな。やってやろうぜ、作ってやろうぜ、俺たちの次を。勝負は最後の最後まで油断してはいけない。ただ俺はこの失敗を決して無駄にしない。この失敗はなかったことにしてはいけない。大切なプロセスだ。そう俺は信じている。